ではでは、今日も頑張ってもら発展していきます。今回は珍しく、建物をちゃんとした素材で建てようかと。うるさい。すみません。まあ、駅を建てるわけです。ここからインド村までの道のりがめんどくさいからな。いつも通り直感で建築します。ちょい、まだ建ててないのにリフォームしに来ましたか。察知能力早すぎだろ。リフォーム歴10年ってとこですかね。わかるのかよ。ではミュージックスタート。できました。編集中に思いついたんですが、もうちょっと駅っぽくできなかったのかなぁと、思っておりますであります。直感で作るからそうなるんだろ。とりあえずこれでいいかな。あと適当にドアとかつけときます。おはようございます。今日も空が綺麗ですね。家の突起部分が邪魔だろ。私の家に文句言わないでください。こんな感じになりました。ちょっと先まで線路引いてます。鉄が全然足りないからまた取りに行かないとな。村の食べ物とか買って、フル装備で売ってみたいですね。なんだよあれは。ちょっとですね、突き広げたんですよ。近くまで行ってみましょ。やっぱりここ登るの大変だな。これだけ広げてみました。こっちで見た方がわかりやすいか。あ、水田がやっと作られるみたいです。見てください。超不自然なんですけど。しかも見栄えがあれだからな。土地認識されてるけど、家と語ってくれるのかな？見栄えは今度考えます。水田はこっちら辺かな。鶏がいるんだな。ここですね。完成が楽しみです。村と村との間を土で壁作ってるんですが、石か木材の方がいいと教えてくれたので、建て替えます。やっとだな。てか結構前から言ってたからな。やっと石に余裕ができたんです。もうこんなところまで建物が迫ってます。え？なんだこれは、私が聞きたいわ。多分、作業の途中なんでしょう。それにしても何植えてたんでしょうか。わからん。では、できました。上にかぶせただけなんですけどね。一回村に行って、建物判定されている紙に行った方がいいんじゃないのか。そうですね。あれ？石じゃダメみたいだな。木材でやりますか。こんな感じでどうでしょう。おお、ちゃんと反映されてるな。これで平和は守られたのであった。帰りにここは買っていきましょう。だいぶかっついてる。新しいパソコンが欲しいです。これを繰り返してたら、金がどんどん溜まっていく。新しい家を買うのも機会な。楽しみです。
ら結構人口増えてきたな。あまり何もしてないんだけどね。ウィキには初心者が作りやすいって書いてあったから、それなりに低コストかつ少ない材料でやってくれているのかな。あれ見たことないクエスト。ふむふむ。あーなるほど、わかったのか。私の息子がなんちゃらかんちゃらって言ってます。ほとんどわかってないじゃないか。特定のアイテムがいるようです。今はわからないので放っておきましょう。あ、ここは売るの忘れてた。あれ、この人背が高くない？ちょっとだけ高いですね。村人にも年齢で身長がちゃんと変わってるみたいだな。細かい設定なんですね。コズン？いとこの誕生日？あ、ここは他の村との取引のとこじゃないですか。完成してたんだな。目標もあとちょっとですね。そういえば村長どこだろう。これ？見た目わからなすぎだろ。今の状態はお気に入りみたいですね。次回くらいにやっと家帰るかな？ブドウも育ってきたし。ってことで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。